俺負けられないんすわ。俺はもうね、決めたの。ゲームから逃げないって。そんな主人公的な気持ちを胸に、俺今日クリアまでやりますね。うん。だから、俺は今日は逃げへん。へこたれへん。そういう気持ちで、ダッシュも極力控えつつ、安心した気持ちで、で、随時、ピアノを弾いたりとか、BGM を流すことによって、自分自身にバフをかけるっていう、コンセントレートです、これが俺の。コンセントレート鈴木。0時、本日、24時までに、0時までって書いちゃうと明日になっちゃうからね。に、クリアできますか。まずこのパーセンテージから見ていくか。みんなは俺をどれぐらい、あれ、値踏みしてるのかなっていう。俺をどれぐらい品定めしてるのかっていうのも気になる。これ大穴です、俺のクリア。はい、万馬券です。で、ここで落ちたんだ前。何これ、いや待て、やるやん、やるじゃん、なかなかやるじゃん、やるじゃん、あいつ。はい、未知のエリア来ました。わ、工事現場だ。うー、ちょっと待って、高所恐怖症と現場の二重の PTSD。 一回ここで給水地点、ここでピットインします。で、ちゃんとここもしっかり二の足で、あ、ベニヤ板だ。うわー、これさ、建築現場で、新築とかでもう床とかが仕上がっちゃった時に、要はさ、台車とかでさ、普通に通ろうとするとさ、傷つけちゃうじゃん、床に。だからこういうコンパネとかベニヤとかを引いて、傷つかないようにするんだよね、仕上げ材の床とかを。っていう講釈をひたつまみした後に、これどこ行きゃいいんだ。で、ここ多分変なジャンプいらないと思うんだよね。普通のジャンプで全然間に合う。よし、そうすると、おお、ここに操作盤があって、で、リフトで、はい、上へ参ります、上へ参りますして、大丈夫、これ感性で落とされないよな。ふぅ、うわー、でも一回これで労災労働災害が起きて、一回労災かましておいて、で、さっきこれ登れるってのが実証されたから、一回ご安全にして、一旦労災かますのね。一旦労災かまして、あー、で、これで上のところに進むのか。うわ、全然、なんか、先が見えてこねえ。いや、でも結構いい感じで進んでんじゃないんですか、これ。ね、下見て。こんな高く上がってきたんだよ、僕。僕って言っちゃった。俺一人称いつから僕になったんだろう。僕歌練習したよ。だからかつて歌うこと、こんなに、あ、手押し台車だ。これね、ちゃんと下のところにストッパーとかついてて、ストッパーカチッってやると、この車輪の動きが止まって、こうやってね、遊ばない、車輪が遊ばないようにカチッって止めて、固定することとかもできるんだよね、こういうタイプ。結構普通にね、モノタロウとかで買うと2万円、3万円ぐらいするんで、気をつけてください。よし、意外といいペースなんじゃない。どうよ、みんな、もしかして今潜在能力開花中か。で、上をすかさずチェックして、わ、結構ありそうだな。どうなんですか、これ。で、ここも甘えない普通のジャンプ、甘えない普通のジャンプで、ここでダッシュ使うのは二流よ。思ったよりやれてんじゃない。昨日俺がやめたと思ったでしょ。それはどうかな。で、お、でも、なんか、だんだん簡単になってくる。魔界村システムかな？一面が一番難しいみたいなさ、あるじゃん。で、一面超えられたら二面って、あれ？意外とこんな感じかみたいな。よし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 。知らないとこ来た。どこだ、ここ。うわぁ。クレーン車みたいな。橋梁に来た。で、ここは普通に走って OK で。風強え。で、このアンテナ、謎のアンテナ。お、変電設備だ。で、変電設備を乗り越えて、で、キープアウト。
来ちゃいけないってことか。あ、終わったわ。嘘だろこれ、まさかのタイミングゲーか、これ。やだ俺これ、え、このプロペラのタイミングでタイミングも一緒に見なきゃいけないってこと、これ大縄跳びだ。いや、どうせ行くんだ。待った、マジで、あ、マジで終わった。ごめん、ほんとみんなごめん、俺死んだわ。どこまで落ちる、どこまで落ちる。ここで、せめて、せめてここで終わらせて。ああ、よかった。ああ、ここだ、おい、ここ苦手なんだよ俺、もう無理だここ。ひぃ、よし、そうすると、このコンクリを、っていうか、あれか、もうちょっとジャンプを弱めにジャンプして捕まる読みにした方が多分安定度上がると思わない？ほらこうやってもうあの W キーを押しっぱなしにすることによって多分それで掴みってやった方が多分安定すると思うんだよな、これ。だからあえてあの飛び越えようとすると感性であの伸びまくって逆に落ちちゃうからっていうことなんだよな。私気づいちゃった。あれ？あれこれツボマンじゃん。元祖死にゲーでおなじみツボマンじゃんこれ。そういうなんか同じ会社が出してんのかね。あ、違う会社なんだ。あ、しっかり無許可。あ、そうなんだ。しっかり無許可と。風の音も、風の音よ、怖い。あ、来た。例のエリアだ。なんとか、なんとか。それは一番つまんないぞ、それ。それ一番つまんないって、マジで。どこだよ、どこだよ。叫んなよ、マジで。捕まれ。なんだ、ここ。なんだよ、なんか、ベッドがあると。なんか来たぞこれ。おい！落ちろ！落ちるなよ。落ちるな。叫んなよマジでこれ。なんで今の、なんか弾かれたんだけど。なんで弾かれたの？でもあそこかなり、でもあのベッドめちゃめちゃ跳ねたな。ってことはあそこから普通に乗り越えられる道もあったってわけだ。よしよしよし。でちゃんとここは、いやでもここも意外といけるようになってるね。落ちなくなったわ。あのプレプレもいずれいけるようになるのかな。お、そこも登れちゃうんだ。なんという握力で、ここで一旦スタックかまして、このスタックが心のオアシスかもしれないね。で、一旦心のオアシスかましてタップダンス。タップダンスやめて。どうしよう、コメントにつぼるのもちょっとマイナス要素だな。ちょっと面白い日産がいると。ちょっと何してんのあなた。一旦顔洗ってくる。ちょっと飲み物ってくる。あー！1時間経ったけど進捗どう？スマイル、スマイル、スマイル。スマイル、スマイル。
タイトル変えちゃおっかな。俺今クリアまでって書いてあるよねこれ。俺死んじゃうのかな。死んじゃうかもしんないねこれ、もしかしたら。なぜなぜ、マジやめて。あの、それが流行語になってるってとこも含めて許せないから。全部ひっくるめてだよ。あのね、これメガネかけろっていう説もあるけど、意外とメガネかけると、結構さ、なんだろう、ハズキルーペみたいなさ、遠視用の、さあ、慢心すんなって言ったよな。鈴木、作業指示書仕上げとけって言ったよな。お前何してたの。お前さ、残業すれば偉いと思ってんの。全然お前、仕事終わるまで全然返せないけどね。お前別に300時間残業してるから偉いと思ってんだろ。全然そんなことねえから。結局終わらせねえと何時間残業したって変わんねえし、残業代も払うつもりないからね。なんで、なんで聞いてるやついるの。同じ境遇のやつもしかしている。もしかして俺と同じいるのか。まだ社会の檻にとらわれている社畜の魂たちが、さまよえる社畜の魂。よし、戻ってきた。危ない、びっくりした。鉄骨が自分のあるよね、なんかデッドボールの動画みたいな感じでさ、なんかファールの動画がさ、当たっちゃってなんかカメラが割れちゃうみたいな、思わずのけぞってしまう動画みたいなやつ、それに似た感覚があったわ今。よし、あ、ウグイスなにデッドボールの話じゃありません。ね、何やってんだよ。二度とコメント見ないね。ごめんね、俺コメント見たから、今コメント見たから落ちたの、マジで本当にごめん。よし、二度とコメント見ません。すいません、俺が慢心したんです。これがキツ慢心ね。でも最近配信外でソロバロランってやってると思うじゃん。それすらやめちゃった。俺さ、認定制でアイアンに行っちゃったんだね。アイアンってね、なんかトロールとスマーフしかいなくて試合になんねんだ。まあ俺が弱いのが全て悪いんだけど、全て俺が弱いせいなんだけどね。配信外でいじめられちゃって俺また。おい、なんか勝たしてほしければお前今すぐここでジャンプし、3回ジャンプしろよみたいなこと言われちゃって悲しいよね。なんでそういう場所になっちゃったんだろう。治安が悪い。アイアンはマジでスラム街です。スラム街、スラム街としてのアイアン。悲しいよね、カツアゲにあっちゃった。なんかたまに海外勢が現れたと思ったらさ、あ、スキンプリーズスキンプリーズファックファックみたいなことしか言わないし、あれひどくない。何スキンプリーズファックって。ずっと一人で会話してる。ちなみにね、今手汗すごい。ダブル機が濡れてんだよね。一回貸して。手汗すごいわこれ。にししで、にしししていった。うん、やだ、やりたくないこのゲーム、もうやだ。ママママこのゲームやりたくないよ。ママやだよ、もうやだよ。ずっとこんな緊張状態でゲームできないよ。もうやだ。このスチームの音うるせえな。あ、たまに酔いどれ状態になるの。何これ、ちょっと待って、耳、左耳が聞こえなくなった。なんだこれ、ストレスかな。ちょっと待ってね、一旦ちょっとストレスがどんだけねじれてんの。心のねじれは、心のねじれはイヤホンのねじれ。ゆうた今日もかっこいいね。 ありがとう。してこういう励まされるコメント、ここね、確かこれでいけたんですよ。マジで今セーフ。よし、でここもしっかりと集中しろ。
ごめん、ガバマンモード行っていい？集中力、集中。あ、目乾くわ。マジで目乾く、マジで目乾く。これ良くないわ。いつも通りに行こう。ダメだ、目が乾いて仕事にならへん。よし。あの普段さ、あの俺ってさ、眼球が全然その空気に触れないのね。みんなよりも空気に触れる面積が少ないから、あの方形みたいな、火星方形みたいな感じで、あの普段あの当たってない眼球の部分が風とかに当たるとヒッてなっちゃうの、わかる？あのもう目が方形状態になってんだね、これ。苦しいね。シュシュシュ、陰陽の道。今の絶対ね、ダッシュジャンプしちゃいけないとこだったね。これ前もやったよな、お前。これやめろって言ったよな、お前マジで。やめろって言ったのについやっちゃうんだ、ドナルドは。このカメラ視点もちょっとなかなか苦しいところがあるね。嬉しくなると下が、ダメ、俺を責めないで。あの今さらに落ちる可能性高くなるよ。今俺を責めないでくれ、頼むからそっとしておいてくれ、思い出の中で。なんでこんな下手なんだろう。で、こっからはなんでこんな下手なの。やな、なぜなぜ。二度と言わないわ。なんだこれ、え、どうなってんのこれ。で、ここも一回ちゃんとやっといて。なにこれ、ドローンこれ。あ、飛んだ。おお、え、勝ち組ルートだ。しかもあのプロペラのとこだ。どこまで行くのこれ。あれ、下がってる。今の俺のやりたいこと分かった。あそこまで戻ってやろうっていう俺の静かなる意志。戻らないのかい。なんで俺が捕まった瞬間所定の意志に戻ろうとすんの。引っかかっちゃった。引っかかった。わが祝いと。ここでまたフォークリフト続きし、あ、終わった。はい。で、これでまたフォークリフト続きして。ごめん、ほんとみんなごめん。ごめん。俺が悪いんだ。みんなごめん、ほんとに。オスを感じさせない。何してんの？変なことすんの、ね、やめて。そう、誤作動気をつけたいね。ただいま、あーごめん、またやっちゃった、またやっちゃった。ごめんって言ってんじゃん。つかめねえし、どこだよここ。あー、未踏の地だこれ。あー、こっちか、こっち行けってことか。辛い、本当に辛い。あやばい。なんだろうよ。お前、なんて言ったやん、もう。
向いてね、向いてね、マジで。そろそろこの配信面白くしてもらっていい？ね、今せっかく穏やかな気持ちでやってんのにさ、なんで俺をね、分かりやすくブレるでしょ？ね、見た、みんな、みんな、みんな分かりやすくブレるでしょ？だからやめてって言ってんの。分かりやすく乱れるんだよ。よし、これでいいんだ。普通にまっすぐ進むだけでいいんじゃん。さっき落ちたのなぜなぜ。で、一回これで自分を我に返して、ここ乗り越えられたのでかい。よし、すぐ戻ってきた。ただいま、ウェルカムホーム。ごめんね。でもちゃんとこれあれだな、みんなの鼓膜に配慮した配信ができるようになってんだよ。かなり自分の中で成長を感じる。よし、きた。やーな、ここ。一回乗ろう。やってんだお前マジで。しかしベッドを発見した。戻ってきましたと。なんでするの？あ、ここでいい、ここでいい、ここでいい。ごめん、俺が悪いんだ、俺が悪いんだ、俺が悪いんだ。最初の元気はどこへやら。このゲームはなかなか難しいゲームですね。これ平均みんなどんぐらいでクリアしてんの？ 10 時間とか。コウスケは10時間ぐらいでクリアしたんだ。やるやん。確かにな。でもコウスケ APEX とかマスターだもんな。うなずける。そうだよな。だって俺言うてあれだもんな、バロラントアイアンだから。まあアイアンのプレイング見してやるよ、みんなに。刮目せよ。でれれれれれれれ、いけ、フィールド魔法発動、スカイスクレーパー。これによってヒーローのモンスターの攻撃力は全部1000アップするぜ。ノー、あたしのアンティークキやゴーレムの攻撃力を上回られたのね。しかも戦闘で破壊した相手の攻撃力分のダメージを与えるぜ。ガッチャクロノス先生、楽しいデュエルだったぜ。ディリリンディーディリンディン、あ、すごい元気になってきた今。ディリリンディンディン、あ、すごい今。よしよ、遊戯王の話したらすごい精神的に元気になってきた。ディリリリリリ、スタッキーやめてね。し、電車安くなる人ですか。落ちるからやめろ。落とすな俺を、これ以上。動揺がすごい。明らかに俺動揺してんのか。動揺してるな。今のステップで分かると思う。俺動揺してます。しかもコウスケあれなんだ、しっかりとあのメススロー使わずに行ったんだ。偉いね。偉いというかすごいやるね彼。ちゃんとそういう自分の中に縛りを設けるんだ。コウスケ情報いらん。たまにコウスケの話するとさ、熱烈なアンチがいるんだよな。あれかな、あの最終兵器俺たちでさ、あの桃鉄とかやってる時に、あのキヨがコウスケにお邪魔投げても、わあキヨすごいって言って、コウスケがキヨにそれやると
死ね。死なないでいいよ。みんな生きてる命なんだ。まだここマジやめて。ね、まだここってマジやめてね。本当に本当に辛くなっちゃう。でこれで一回乗って乗った後じ待って行かないで。よしナイス。で最大到達点はどこだ。常に周囲の確認。あそこだ。あの黄色いとこだ。いや違うのか。あ違う、間違えた。本当ごめん、本当ごめん。よし、ナイス。使えません。さすがに音楽流すな。よし、まず元気、曲に元気もらおう。いや、諦めない。曲が俺に元気をくれるんだ。あっ、うそやろ。どこだよ、ここ。あっ、俺は上に進み続ける。たとえどんな逆境がそこに待ち受けていようと、諦めることをやめないんだ。諦めることをやめないってなんだ。あれ、連続再生にしてたんだけどな。来た。あ、そっか。行け。で、これ右しゃがめ。かっけえ、 PV みたいだ。怖っ。あの、しゃがんだら大丈夫って言ったやつ後で殺すね。本当にごめん。ちゃんと殺すね。あの、嘘ついたんだもん。俺嘘つくやつだけは許せねえんだ。なんで嘘つくんだろうね。あの、ついていい嘘と悪い嘘があって、人が幸せになれる嘘ってのもあるんだよね。でも今のは人を不幸にする嘘だよね。改心させたい、本当に。お前だけだぞって。しゃがんでたよな今。なんで俺だけ落ちるんだよ。意味が分からへんよ。なんで俺だけ落ちるの。みんなはしゃがんでたら落ちないのに俺だけ落ちるんですか。俺だけ特別スペシャル選ばれた存在。本当に殺さないと脅迫罪になるぞ。でも殺したら殺人になって俺積んだってこと。ダメだ、前方の虎、肛門の狼積んじゃった。どうしよう俺。やばいやばい、終わった。ちょっとこれ、ここでちゃんとこれモニターをちょっと 上向きにしとこう。見やすくなる。ちょっとモニターのコードを変えておくね。よし、着いた。一旦ここでちょっと、これ現実でやったらめちゃめちゃ怪我するからね。今の気をつけてね。あれで、ここの椅子を使ってしっかりジャンプ。この BGM もかっこいいよな、本当に大好き。本当にペルソナロス。よし、今ペルソナが俺に力をくれた。これぐらいで諦めると思ったかい。なんか嫌な予感したんだよな今。俺明らかに多動出てたもん。いや明らかにね、あの今俺はあの落ちるべきして落ちたと思う。逆に落ちてよかった。
あれだ。あの黄色い場所だ。あそこに向かって俺はダッシュする。届くかこれ。ここどこだって。すぐ進めねえ。ところでここどこだ。いや絶対やめないよ。あと3時間もあるじゃん、12時まで。まあ、クリアするまでやるんだけどね。一応クリア目標時間は、まあ、12時で、まあ、クリアできなくても一応朝までぐらいはできるから。明日の予定興味ないね。これもうここからダッシュして一気に行くか。俺ならいける、俺ならいける。やれるんだ俺は。希望だ。これが、これが希望のその先にあるんだ。俺はやれるぞ。なんだこの上場感あふれる BGM は。よし、集中。で、ここもジャンプして、ここ多分ね、ジャンプいらねえんじゃないかなって思ってる。ほら、ペコーラに告白しようと思ってる。で、なんならここもジャンプいらないんじゃない。本当に終わりだ。で、ここどこ？これすごいジャンプするしていい。
で、ここもしっかりと、しっかりと、ジャンゼリエリア、ジャンゼリーして、にゃん！ここジャンプいったっけ？あれ、どこで落ちた？なんで捕まっ！なあ、落ちるな、そこ！頼む、そこ！許して！許して！許してよ！俺は絶対諦めるわけにはいかないぜ。スカイスクレーパーフィールド魔法スカイスクレーパーを発動するぜ。レッドアイズブラックドラゴン、俺はこのレッドアイズを召喚するぜ。城之内くんとの友情の証、城之内くん大好きだ。レッドアイズブラックドラゴン。で、ここスタックキボンヌ。で、ここ煙で見えない、煙で見えないけど下向けば見える、ここはダッシュジャンプでスタックすれば OK。 そしたら工事現場が目の前に現れて、PTSD が発症する。残業時間300時間、実働動200、合わせて500時間、手取りは35万だから35万500で割ると時給700円、安すぎ、最低賃金下回せる。どうすればこんな金額になるの。本当に辛くなってきたな。本当に辛くなってきた。やばいやばい、壊れちゃった。なんで俺はオンリーアップで苦しんでんのに建築時代のトラウマまで一緒に蘇らせなきゃいけないんだ。辛い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 、マジで辛い。でもな、でも当時俺、まあ、28歳ぐらいだったんだけど、でもそれでもやっぱりね、同年代と比べて手取りで35万って結構高い方なのよ。だからなんか自分は勝ち組だって思うようにしていたけれど、朝見かばくら朝帰りさせられて、先輩が怒ってくれると思ったのに寝ている。月に領収書だけが置いてある。もしかして俺が寝ている間に帰られて支払い全部すず気持ちだよ。やばいな、辛いな、マジで。安全指示書が終わらない、職人さん作業できずに困ってる。そんな時は無理やり作業をしてもらったら、それがバレて普通にまずい、普通に逮捕される。もうやばい、町長がこっちまで走ってくる。逃げなきゃいけないのに事務所が狭くて袋工事もう止まれないのね。ダメだ、マジで所長走って追いかけてきたからな。鈴木お前何作業させてんだよ。すいません、でも終わらないんです。だって終わんないんだもん、そうしないと。無理を通さなきゃいけないことだってあるんです、限られた工期で終わらせるには。ダメだ、ゼネコンマインドになってる。周囲足元良いか、周囲の確認良いか、周囲の確認良いか、足元良いか。よし、ペンチで頭殴られ、ヘルメットしてるから平気、
そう思うたら興奮のが揺れる。これは脳震盪やばい、医者に見せなきゃいけないのに労災なるから潜りの医者です。よし、行くか。うまいな。眩しい。コロトップやめて。さあ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 、いい状態じゃないのこれ。かなりもういい状態っていうのは辛いよ。もう自分に嘘つくのやだ俺。全然いい状態じゃねえよ。なんで5時間やってまだここなの。才能ねえだろ普通に考えて。バカだよマジで。分かってんだよ、もう自分に嘘つけねえよこんな。一番イライラしてんだから俺が。ムカつくな本当に。お前もうバカかよマジで。あー腹立ってきたわ俺も。自分の不甲斐なさにも許せねえマジで。ダクトこれ超えるんです。ちょっと待った、ぶねーや。何してんだよ俺マジで。でここもうとん。じゃあそこでいい、じゃあそこでいい。ごめん石さん、あと6分は RTA でも無理という判断。ごめんな、俺に希望を見出してくれてたんだよな。ごめんねごめんね。ちなみにこれ RTA 記録は何分とかなんですか。最短で、最短でやればこれ何分で終わるようにできてんの。16分。すごいな、俺の5時間返せよマジで。5時間、6時間か、もう6時間やってんのか俺。間違えた、やらかしたやらかした、マジでマジでやらかした、マジでやらかした。でまたわけわかんねえとこ落ちた。でここで落ちると繋がってんだよ。死ぬんか俺は本当に。限界かもしれん。あ、しゃがんじゃった。限界かもしれん。とうに限界は超えていたのかもしれない。みんなより、みんなより先にね。長く険しい道だ。やったよ俺。そこにベッドがある。どこだ？ベッドあるか？ここか、これか、これか、ここ
ここにあるってことか。風車の下、風車の下。無理だろこれ。絶対無理、絶対無理、絶対無理、絶対届かない。まずはここをオスで行って、ここなんかないの、もしかしてここって、あ、終わってる、ごめん、ここ離れ小島だ、なんもねえこれ。すげえルート来ちゃった。なんだこれ。え、でもここに何かあるってことは、どこだ。Your destiny and life is there.オンリーダウンじゃないですよね。分かってますよ。いつまでここやってんの。レオン。気持ち、俺を気持ちくさせてくれ。まだ諦めてないらしいよ彼。ここだよ、ここ。病気だ、病気になる、あ、病気になるこれ。よし、でここは普通にジャンプして、ここもジャンプして、でここもジャンプして掴んでやるのさ。これで俺の首もいでくれよ。これギロチンだろもう。一旦カツ入れてくるね。ネガティブシンキング鈴木で、よしよしよし、かなりヘラ鈴木がいいぞこれ。参ります。いつも僕の動画を見ていただいてありがとうございます。マジで耳なめやっとくか。
今脳汁すげえ出たわ。ここマジで未だに不安定、二度とやりたくないわ。ここいいよな。辻井伸行さんのやつも好きよ。なんか素直なんだよね、教科書みたいなピアノ弾くの。でもそれがもう本当に高水準でまとまってるというか、極めて結構ね、この藤子ヘミングの愛の夢はかなりアレンジしてる方。あのロマンがあるのが、クラシックってさ、正解がないんですよ。あの当時のさ、やっぱなんだろう、本人がさ、やっぱ弾いてるデータとかそういうのってないじゃん。楽譜としてそういうダヴィンチコードみたいに、あの楽譜として残ってるから、残ってるだけで、だからそれをどう解釈しようかっていうのがもう弾き手の自由に委ねられるんですよ。それが素晴らしい、本当に。だからコピーになり得ないの、全てがその人のオリジナルになりうるんですね。なんか乳首にはやっぱ多様性みたいなのがあると思ってて、なんなら俺陥没乳首だって全然好きだし、なんか機嫌良くなってきたわなんか落ちた時のショックを忘れられる。下ネタってやっぱ偉大だな、助かるよ。また戻ってきちゃった俺はダメだ、ごめんなさい、心が折れそうですこれダメだこれFF7 はなんでやめたかっていうと、普通にあのごめん言い訳しないね、あの動説が伸びないからやめちゃった。あの今思えば本当に良くなかったっていうかマジでクソだよなだからね、普通にあのリベンジしたいと思ってる、マジで。あの普通にちゃんとやめたってしちゃったんだよね。みんなそうじゃないかなって思ってたでしょ。そうなんですよ、あのやっぱ弱さが出たよな俺の。うん、そう、全然ね、いいところだったのにな。なんか怖くなっちゃうんだろうね、このままゼロ人になったらどうしようみたいなだから俺はね、あの途中でやめたする人を決してあの笑えない。俺自身もそうだから。ていうか結構みんな配信者でもみんなそういう人はいるかもしれへんね、わかんないけど。まあ俺がちょっと気にしすぎなのかもしれんけどな。知らないとこ来た。来た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 。しかも、いやあ！バカ！バカ！引っかからねえからな、その手にはマジで。加藤さんの見てたのかだけ教えてください見ててこれだったらすごくない一応初見でやらせてもらってます。見てこれだったらもう本当にやめた方がいいだろう待って、またこれダッシュジャンプ行った方が絶対だろ。ここも、ウィナー
え、もともと FF の曲だったのここ。ああ、汗すげえ。権利で訴えられたみたいな感じ。 FF の曲が流れたんだ。じゃあ代わりに俺が流してく。ていうかどんだけ上行くんだこれ。あ、ファンファーレなんだ。あ、あれか。でででででででんででん。これ何？これ無理だよ。これ無理だよ。ほらやった。Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn. ちなみにこれ途中でやめるとかないよね。やめたら最初からやり直しだよね。一回これあのゲーム落としたら、もうセーブされてないんだもんね。全部落ちちゃうんだもんね。これ終わりってことだよね。みんなゲームうまいな本当に。嫉妬しちゃうよ。てかまだ5割ってマジか。やだよ俺。あの最高到達点行ってもまだ5割なの、やだ俺。普通にやだな、普通に辛いわ。ムカついてきたマジで。俺が俺を殺す前に止めてくれ。止めてくれ、俺を誰か。ダメだ、誤作動が多くなってきてる。ここまで来たことない、マジで。更新した。あ、更新したわ。はっ、はっ、消えた。ねえ、これなんか設定でおかしくなってない？どこだこれ。テクスチャか。
危ねえマジで。これか。あそこが楽園か。ベッドから逃げるよ、全然普通に。何？ああ！ざっけん！危ない、危ない、もうここで落とされてたらさすがに俺ちょっと死んでた。実は通れるとかいうあれか。頼むぞ頼むぞ。来た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 、ブレイブメンロードだ。よしよし、どっから。でもこれ落とし穴とかあったら泣くけどね普通に。なんでジーンに機会があるんだよ。教えはどうなってんだ、教えは。え？は？こういうこと？うわぁ！本当だ！うわ、氷河期突入した、氷河期突入した。やばいやばいやばい。うおぉ、アナと雪の女王だ！アナ雪パートも来た。ぶねぇ、びっくりしたわ、マジで。うわ！は？あの割れるとかマジやめてね。あの本当もんないから。これ割れそうだな。なんでマジでそういうことしてくるんだ普通に。そこでやっちゃうんだね。でもね、オイラ負けないよ。あ、そういうことやっちゃうんだ、オンリーアップさん。マジか。まあ、でも全然、こんぐらいなら全然耐えだけどね。こうやっていって。よし。ここ楽、意外と。ひや。よし、氷の洞窟だ。慢心すんな、慢心すんな。うえへへへ。どうなってんだ、これ。ブレイブメンロードか。危ねえ。メスと笑え俺を。でここでちゃんとスタックすんの。ギャー、これ割れるぞ絶対。駆け抜けろ、ロケットスタートだ。よし、しかも滑りそうな雰囲気。はぁ、やったやった、最悪だ。頼む、ここでなんとか。穴開いてたわ今の。あ、なんか復活してる。いや全然致命傷ですんでよかった。マジか、真四角だと思ってた。タルカジャタルカジャで一気に登ると。ナイス、にゃん。この海ってどうなるんだろう、スルーしたら。よし、あー来たー。あー、
これもいいな、なんかディズニーシーみたいな BGM だね。はい、更新。はい、最長距離更新しました。あれ、これこのチンボを登れるか。本当に後悔してる。頼む、そこで降ろしてくれ。頼む、じゃあ迷宮でいい、迷宮でいい。ああ、終わった。ガチで終わった、ガチで終わった。分かった、じゃあこの手でいいよ。あ、そこも無理なのね。じゃあここでいいや。ギリギリよ、本当に。よし、押す。ゆうた、押す。すげえ、奇跡だこれ。あ、これ奇跡だこれ。メイクミラクル、メイクレジェンド来た。あの、メイクレジェンド来た、マジで。あの、神は俺見放されてねえわ、これ、完全に。あれ、こっち行けない。また満身が出、あ、ここでまたあそこのあれか、侍スポットを使うのか。いや、ここマジで好き、俺。やばい、楽しい。うわぁ、で、また提灯エリアだ。これ、提灯行くしかないのかな。ちょっと苦しいね。嘘だろ、危ない。あ、終わった。本当に勘弁してください、本当に。ここでなんとか、ここでなんとか、ここでなんとか許してください。お願いします、お願いします。ここでなんとか、なんとかここで許してください。お願いします。うわぁ何やってんだよ団長。何回ここぐらいの。もうなんか切れる気力も残ってないわ。あの、人間疲れるとなんか怒る気力もなくなると言いますよね。まさに今その状態、今俺。ここ落ちたらめんどくさいよ。もう！玉ヒュンがすげえ、タマヒュンがすげえ、マジで。ここ、あ、タマヒュンエリアだ。ごめん。よし、どこだここ。絶対ここ来たことないな。なんもね。何やってんだ俺、本当に。反省してます本当に。ここでなんとか、ここでなんとか、ここでなんとか。
ここで何とかしよう。しくだらねえ。やだ、やりたくないです。もう本当に本当にやりたくねえ。どうしよう、こんなにやりたくないゲーム初めてだわまだ見たいまだ終わっちゃダメよし、これやんならまだバルやってた方が楽しいな。よし、じゃあこれクリアしたらバルやるね。今ので普通に落ちかけたわ。今のコメントで、今のコメント見て俺落ちるかと思った。普通に落ちるかと思った。びっくりした、目ん玉飛び出るかと思った。このキツマンがね。むむむ、頼む、ここでなんとか。ここで手を打とう、頼む、ここで手を打とう。終わった、あ、ここも無理だ。ごめんね、俺ベッド使うのやめるわ。地球？地球ってこれ？あれか。あれ届く？これミスったら終わりだぞ俺。ね、死ぬんだよね。で俺が、これもやらかした。あ、もうダメだ、死ぬしかない。マジで何やってんの俺、本当に何やってんの。またここだ。ガチで何やってんの、びっくりしたわ本当に。ちゃんときつい、こんなきついこと初めてだ。でもこれやめたら逃げだもんな。逃げるんすか。俺は逃げるわけにはいかない。今ベッドあったけどね、あのベッドがどこ行くかわかんねえから一旦捨て